EC キンゼジノベンブロは、ブラジルサンパウロ州、ジャウーにホームを置く、サッカークラブである。ブラジルには、同盟のクラブが、複数存在するため、キンゼジジャウーと呼ばれている。1924年11月15日、ジョゼ・ピラジネ・ソブリーニョ、エルミニオ・カッパビアンカと、その他のスポーツマンたちによって創設された。1951年、キンゼジジャウーは、 カンピオナートパウリスタ2部の決勝で c a a ネンセを下して優勝した。その後、カンピオナートパウリスタ1部で再開となったジャバクアラ AC との昇格。広角プレイオフに望みキンゼジジャウは第一戦に勝利したが第二戦に敗れた。第三戦ではジャバクアラを下し、翌年のカンピオナートパウリスタ1部に昇格した。1976年。 カンピオナートパウリスタ2部で、クラブにとって2度目の優勝を果たす。1979年、カンピオナートブラジレーロセリエーに、初めて参加し、56位となった。3年後の1982年、キンゼジジャウは、再びセリエーに参戦し、この時は、インテルナシオナル、クルゼーロ、アトレチコパラナエンセといったクラブを上回る20位につけた。 1988年、カンピオナート・ブラジレーロセリエ C に参加したが、グループ再開に終わり、第1ステージで敗退した。キンゼジジャウのホームスタジアム、エスタジオゼジーニョマガリアンイスは、1973年に開場され、最大収容人数は13,040人である。ありがとうございます。